なんかね。なるほど。Going home だもん。ねえ。ダメだ。でも24時間テレビの中で復活しました夜も引っ張れ、うん、三宅さんとヒデちゃんと、ヒデちゃん、そして赤坂のやっちゃん、赤坂くんまたでかいマイク持っ て、やってましたね。一番俺の好きなマイクですよ。ベドラ撮るマイクですから。なんか本番真夜中でしたけど、うん、結構楽しかったよ ね、テンション上がって、はい、周りもすごい盛り上げてくれたしね。嬉しかったですよ。すごくいい感じで、やれて、うんうんうん、それで、明くる日に、加山さんに、うん、実は加山さんの大好きな冬の稲妻を歌ったんですよ。加山さんやっぱ寝てたみたいで、あ、それはもう横になった方がいいですよ、うん、そうか、ありがとうって言っといてなって、あ、嬉しいですね、言ってました、うん、はい、永遠の若大将ですからね。そうなんですよ、うん、それで24時間テレビで、サライを歌うっていう加山さんのもう最後、うんうん、そうですよね、の回だったんで、もう優秀の美ですもんね、うん、やっぱ素晴らしい、なんか特別な24時間テレビだったような気がしますね。兼近君の走りもまた笑顔で、ね、そうだね、みんな日本中は多分、うん、いい気分になったんじゃないかな。いや、兼近もう大拍手ですね。素晴らしいですよ、うん、かっこよかったし、彼らしくてすごくいいな。あの人の本当本音ですよ。そうですね、嬉しいわ、うん、なんかすごく特別な夏が終わったという。いやー、もういい夏でしたよ。なかなかでも、うん、9月に一気に気分的に切り替わりづらいんですけども、実は、はい、この間金ちゃんと二人で、うん、有明アリーナに行ってきたんですよ。そうなんですよ、俺やぼやがあって行けなかったのよ。そうそうそう、ちょうど、アリスが11月17日にスペシャルなコンサートをする、はいはい、有明アリーナ、うん、すごい大きいらしいじゃん。それで、うん、どんなところかっていうのも見たかったし、うんうん、ビリー・アイリッシュ、うん、あ、うん、そうかそうか、そう、グラミー賞取ったビリー・アイリッシュ、金ちゃんと二人で並んで、うん、あの空気の中にいまして、ね、なんかこういろんなこと感じましたね、客席に。ね、僕は身が引き締まったっていうか、うん、いやこれなんか今までと同じでいいのかなとか、うんうん、なんかもっとスケールのなんか大きいことしなくちゃいけないかなとかいろいろ考えちゃったね、うんうん、なんかまあいい刺激をもらえたっていうか、うん、人のステージでそういう刺激は大きいですよね、うん、そうね、うん、そういう刺激を得るっていうことがなんかやっぱりすごいアクセントになるというかね、うん、そうそうそう、うん、ということで、うんうん、いい体験をして、うん、11月の17日有明アリーナの、アリスやるよという発表をしてから怒涛のように皆さんからお便りをいただいておりますんで、はい、やっぱすごいですね、嬉しいですね、皆さんもなんか元気出てくれてる、ありがとうございます、そのことがとっても嬉しいなと思っている、アリス3人でございます、はい、さあ、今日も元気に明るく始めてまいりましょう、はい、いきます、 MBS ヤングタウン、9月っていうとやっぱ不思議なもんで、なんかやっぱちゃんと入れ替わるんですよね。そうなんですよ、うん、風が変わる、うんうん、暑いんだけど、うん、なんか時々ふっと、うん、底力はないですね、うん、暑さのね、うんうん、だからその辺で、うん、あ、そうか、雲も気持ち高くなったかみたいな、そう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 、気もするし、ぼんやりとこう空見上げてると雲の形高さが、そう、変わってきたりしてる、今年も来るんだ、来るんだよ、季節はちゃんと巡ってくるんです、巡ってきますね、世の中いろんなことが起きておりますけれども、はい、季節はちゃんと巡ってくるってそう思うだけでちょっと元気が出てきます。嬉しいですね、なんかちょっと切ない情報だと、うん、サンマは今年も不良だという、いやちょっと前のニュースでもやっぱりそのことをもう出てましたね、で実際お見せしましょう、今の時点なんですけど、うん、やっぱ小ぶりだったね、小ぶ、あ、ちょっと痩せた感じやね、痩せた感じのようん、だから、うん、ちょっとサンマをとか北海道料理とか、うん、売りにしてる居酒屋さんとかやっぱり大変で、そうそうそう、辛いですよ、うん、ね、直接当たりますから。で去年から仕入れてる冷凍物を、うん、そうですね、今使ってるって言ってましたけど、金ちゃんとこお店なんか影響あります？うちは魚がね、うん、扱わない、扱わないから、いや一個だけ扱ってる、何、コマイっていう、コマイ、北海道から入れてるやつ、はい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 、でもそれはなんか不良ってあんまりないみたい。あ、そう、うん、安定してんだね、そういうやつもあるし、ね、海流や天候の流れで、うん、そうそう、左右されちゃうね、いやいや、もうそういうのに左右されるお店の方は本当大変で、辛いわ、はい、
でもよくぞこの夏を乗り切ったと、ね、すごいですね。でもあのニュース見てますと、うんうんうん、あのデパート、うん、あの売り上げが一気になんか盛り返してきてるらしいですよ、うん、いやこの間伊勢丹行ったらすごかったですよ。あ、そう、やっぱりすごいんだ、うん、もう湧いちゃってて。あ、そう、30何パーセントとか、うん、あ、一気に上がってるから、ね、なんかやっぱりみんなの、うん、ずっと何か抑えてるストレスがね、溜まってますよ、ね、うん、ありますから、怒ってるよみんな、うん、でももうみんなその対処の仕方っていうのはもう、ね、あ、手慣れてきてますからね、心得てきてますから、うん、もうそこそこに気をつけながら、うん、今を楽しむっていう、はい、そっち方向へ向かってきているんじゃないかと思います。さあ、そんな9月の始まりでございます、はい、さあ、今日聴いていただくアリス名曲集の中からのこの1曲です。狂った果実。ひとしきり語る明日、冬の雨泥を跳ねて行き過ぎる車、追いかけて喧嘩でもしてみたら、少しぐらい心も紛れる狂った青空は似合わない。家を出たあの時の母の震える声は今でも耳に響いてる。低く高くポケット出ていたハイライト、おかしくて好きにもなれず、かじりかけのリンゴをただ思い切り投げつける。都会の闇に許してくれなんて言えない。今の俺には
この番組は JR 西日本の提供でお送りします。ねえ、50歳からはお得に JR で旅行ができるんだって？大人び会員ね。インターネットから無料で入会できるらしいけど、でもネットでなんて。そんな人に大人び簡単ガイド。え？大人び簡単ガイド？入会登録から会員限定のお得な切符の買い方までネット操作をサポート。あ、できた！簡単！詳しくは大人びで検索。 JR 西日本。ベイアンのあのと今金平のって言いかけて誰のあの時君は若かったやん。あんたや。もとい、ベイアンのあの時君は若かった。あの時君はこれなのよ。寂しい、一言は寂しい。帰ってロンリー堀内。秋だね。寂しすぎる。ロンリー&オンリーです。オンリーですよ。さあ、あの時君は若かった。1975年ですから、今日は昭和50年を振り返ってみようかと、思っております。昭和50年、1975年は今から47年前。うわ俺らがやり始めて3年ですよ、金ちゃんと僕は25、6歳で、陳平さんは26、7歳ということで、この年だったんですね。1975年の9月に今はもうだな。そうですね、これあたりからそろそろ、そうね、アリスでええんちゃう、というふうに傾いてくるという。なんかちょっとあのフォークロックっていう空気感が、そうなんですね、皆さんも認識してくれたタイミングかもね、これは選曲として最高でしたね、お便りも頂戴しております、こちらの方でございます、埼玉県からいただきましたラジオネームは川口の侍 A ちゃんでございます、ありがとうございます。アリスの皆さん、こんばんは。こんばんは。今回取り上げていただいたのは1975年昭和50年です。小生は高校1年生、埼玉県の川口市から早起きして都内にある某大学の付属高校に通学していて、学校帰りに立ち寄る本屋で立ち読みしていた洋楽雑誌でオリビア・ニュートン・ジョンを初めて見て、外国の女性はなんて美しいんだろうと胸ときめきました。って書いてますね。高校2年生の小生が初めてちょっと大人を感じた瞬間だったのかもしれませんということで、川口の侍 A ちゃんでございます。ありがとうございました、さあ1975年のまずそれでは出来事の方に入ろうかなと思います、1975年はイギリスのエリザベス女王がこれまた初来日で、オープンカーのパレードも行ったわけでございます、なんせ日本には6日間滞在いたしまして、京都はもうもちろんのことでございます、伊勢神宮も訪問されまして、エディンバラ校も同行されました、剣道とかやっぱり日本の武道というかね、その道を極めるという、それも見学したいというご所望があって、ご覧になったようでございます。でも6日って長いね。長いよ。結構長くね、いてくださって、で、まあ、イギリスの君主としての、在日期間最長、彼女は持っております。今現在は96歳です。うわ、すごい。在位して70年ですから。まだお元気ですよね。お元気なんですよ。びっくりしますね。いや、もう人生100年っていうのはもう、本当に実際にやってられるなと思いますよね。さあ話題はガラッと変わりますけど、赤ヘル広島カープですね、この1975年、この時に初優勝してます。盛り上がりましたね、この時は。盛り上がりますよ。だって山本浩二さんや衣笠さんとか、幸男さんとかが活躍して、球団創設26年で初の優勝ということで、ただ皮肉なのは、長嶋巨人は史上初の最下位。
これ初めて監督になった年かな、再開じゃないかなだと思いますね、ちょっと汚名なんですけど、はい、まあ、それから挽回していって、うん、やっぱさすが長嶋だなという部分、ね、うん、選手時代もほら4三振から始まってるから ね、 そうね、いやそうなんだ、常に一番下からひっくり返るほど、なんかあの野球のチームも、うん、あの節目があるんですよね、なんか、うん、ありますね、うん、みんなね、一旦だからまあ大負けしてもいいから、うん、まあ清算して、うん、で新しい気分になって、うん、悪いとこいっぱい見えたじゃん、勉強になったねって言うんで、うん、そこはまた叩き直すというのが、うん、まあね、まあ、一応長嶋のいない巨人で戦うわけだから、そうだね、すごい、これだけでもうもう辛いわけですよ、すごい辛いよね、うん、それだけ、ね、辛いと思いますよね、でもこの時の広島は本当熱狂してましたよね、うんうん、そうですよ、本当になんかあの東京とか大阪から見ててもなんかおめでとうって感じしましたね、いやいやもう大したもんですよ、あんだけ喜ばれると嬉しい、ただでも広島は広島で問題があったんですね、うん、5月までは外人のあのインディアンスにいたジョー・ルーツがいろんな経験を経て、うん、あいつはいいな、広島に迎えたいなということで入ってもらったんだけど、どうもやっぱり無公式の野球を、うん、外国の野球を身につけてるもんだから、うん、ベースボールね、うん、ベースボールと野球の感じと違うぞ、うんうん、違うって、はいはい、やはりね、うん、文句がやっぱ多かったんですよ、うん、それで並行してじゃあちょっと考えましょうということで、うんうん、やめてもらって、うん、小葉監督、あ小葉さんね、この小葉武さんが5月から、うん、じゃあご指名いただいたんで、うん、頑張ろうかということで、うん、それがすごいやっぱり日本のなんか肌に合ったみたいで、うんうん、野球ですね、優勝ですよ、うん、すごいねそれ、うん、びっくりしますよ、うん、最後になりましたけど、はい、またかと思われそうですけど、またですね、おい言おうかはい、ペヤングソース焼きそば発売になりました、カップ焼きそばの先駆け前も取り上げたけどな、いいじゃないの、マルカ食品よ、株式会社、これさ、外国の人が初めてこの日本の、このカップラーメンとか食べると、うん、やっぱりすごい反応するみたいですね、いや美味しいらしい、美味しいらしいよね、うんうん、ないものね、で僕らはほらもう当たり前のように食べてるけど、普通にもう湯切りしてますもん、うんうん、なんじゃこれはっていうところから始まって、うん、あこれ意外とうまい、いけるね、いけるんですよ、それでね、うん、だからこれほらいろんなところがあるじゃん、東洋水産、はい、あるあるね、それでびっくりしたのが、うん、その東洋水産がね、うん、あのこの間なんか株のを見てたら、うん、有望株かなんかこう出ててね、うん、それどうしてなのかと思ったら、実はメキシコとか、うん、そういう向こうで430億ぐらい売ってるんですよ、おい、だからそう、もう向こうではもうそちゃんとメキシコ人が気に入る、うんうんうん、なんとかチリなんとかとか、はいはいはい、そういうちょっと辛めのやつを、そうそう、麺でやって、スパイシーな感じで、うん、すごいんですよ、臨機応変に味変しながら、うん、してながら対応してると、すごいね、すごいですね、でも今も続いてるって、うん、嬉しいですよね、ペヤングソース焼きそばの日なんてあるんですよ、へえ、これを作って制定した1975年、うん、この年ですよね、うんうん、3月13日、この日に発売したんですよ、このペヤングの焼きそば、だからもう手前味噌ですけど、うん、もうこれはもう焼きそばの日にしよう、あ勝手に決めたそうでございます、そこで何回か食べたことあるの、これあるあるある、ある一度もない、小松、うん、あのね、初代の CM はね、小松さん、あ正雄さん、違う違う、小松、小松、あの落語の、ああ、桂小松さん、桂かな、それで、うん、もう45周年ですよ、うわーすごい、え、あそうか、旅出ると祝いの派遣がある、そえそこの焼きそば、焼きそばってちょっと右にずらして、そう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 、隣のまたトランク、このトランク右にずらしたら入るよ、入るよ、旅はいいもんだ、旅はいいもんだ、めっちゃ急に来ましたね、うん、ね、はい、どうですか、さあお便りいただいております、ありがとうございます、愛知県の花見さんからです、はい、アリスの皆様こんばんは、こんばんは、まだまだ暑い日々が続いておりますねと、はい、美味しいものを食べて熱中症にお気をつけくださいね、うん、と、そうなんだよね、先月の話になりますが、はい、久しぶりに母と一緒に旅行出かけました、お、あいいね、はい、うん、安いパックツアーでしたが、うん、バスで群馬県の万座へ行きました、うん、
うん、シーズンオフの万座は涼しくて何よりも乳白色の硫黄の温泉が素晴らしかったですと。万座内の温泉を巡ることができる温泉手形があるんですが、うん、ホテルで外を歩かれるときは熊鈴を持って歩かれてくださいね。あ、出るんだ。熊いるんだよ。奥深いんですよ、はい、え、熊が出るのと私、うん、熊鈴をフロントで借りて行きました、うん、幸い熊に会うことはありませんでしたが、うん、旅先ならではの出来事でしたあ、そう、いやいい思い出一つできたじゃないですか、まあ、あの都会で暮らしてると、うん、熊がとかっていう話題ってまずあんまりありえないですよね。猫がね、毛鈴は持ってるけどね、かわいいね、あれまた後ろから見るとオスリンリンとね、うん、鹿の飛び出し注意の看板とか、あ、そうそうそう、ああいうのほらね、東京では、うん、そう、あの見かけない場所によってはね、うんうんうん、いっぱいあるんですけど、旅をしててそういう看板が出てくるところにいると、あ、日本って広くていろんな動物がまだまだ元気でいるんだなと、うん、改めて思ったりもしますよね、うん、各地各地の特色が、はい、生かされている旅はいいもんだということでございます。ありがとうございました。はい、それでは宛先の方を、曲ですよ。え、曲ですよ。曲行かないと後先言えないんで ね、はい、ね、あ、1975年昭和50年のこの曲でございます。カイバンド、裏切りの街角。雨に煙る街並みを息を切らして駆け続けた。突き刺さると息を吐いて駅への道駆け続けた。わかってたよ、おいらじゃダメさ、でも二人生きてきたんだ。途切れた電話は生きてゆく、悲しさに泣く君の声。しとしとさみだれ、わだかまり、君さえいてくれたならば、走る車の泥に叩かれ、見上げた時街が泣いてた。駅の階段に響いてる。楽しく過ぎてゆく人混み、切符を握った君がいた。わかったよ、どこでも行けばいい。おいらを振り切って汽車の中、思わず叩くガラス窓、君は震え顔を背けた。しとしとさみだれ、またひとつネオンが夜に溶けてく。頼りない心傷つけて、裏切りの街角過ぎてきた。しとしとさみだれ、プラットホームを今思い出が走り出す。発車のベル叫び声の中、あの人が見えなくなった。発車のベル叫び声の中、あの人が見えなくなった。あの人が見えなくなった。はい、カイ君の若い声ですね。若い子、バス通りも金ちゃんも言ってたけど、うん、あの歌もいい歌だね。そうだよね。また声がかすれが
ね、なんとかすれがいいよね、はい、哀愁感ってね、うん、今も元気にやっておりますよ、会話の方が。さあ、あの時君は若かったの方の、お便りの宛先でございます。はい、来た。まず、メールのことを、てんてんてん。いや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 、ありがとうございます。ヤンキーが塗膜 MBS1179 ドットコム。わあ、もう、こだまうるさいわ。ファックスの方は、てんてんてん。大阪06689090。うん。いやじ出しとるな。うん。おはぎの方は、てんてんてん。郵便番号530-8304。MBS ラジオ、アリスのヤングタウンまでじゃ。グチンペイのちょっといい話。さあ、今週もまたアンドレ・ギャリオンの美しいメロディー、いいですね、愛に包まれてに乗せまして、あなたからいただいたちょっといい話、恐ろしいぐらいの違いですね、ご紹介していきますね。ラジオネームはスエちゃん、愛媛県からいただきました。ありがとうございます。お三人様こんばんは、毎週楽しく聞かせていただいております、はい、さてヤンタンを聞いている時のこと、うん、開いた窓の外からルルルルッとコオロギの鳴き声が、あ、もう、はい、うん、聞き間違いかと思いましたが、うん、しばらくして再びルル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 と連日暑い日が続いて日中はセミの大合唱でしたが、確かに秋は近づいているんですね、うん、と、少し心が優しくなった出来事でしたという、うん、この虫の音って、虫の音を音と、うん、あの他の人はみんな思うんですけど、声って感じるのはどうも日本人の脳だけらしいですね。ああ、そうか。それとそういう日本人の感性というか、うん、ものがそう感じさせるんですね。そう、日本人以外は、うん、いわゆる音っていう感覚だけど、うんうんうん、日本人はサウンドなんだ、喋ってきてる声みたいに感じるっていう、うんうん、それもなんか日本の良さから分かりませんね、うん、ワクワクキャンディーさんからいただきました。嬉しいお知らせありがとうございますと。ヤンタン聞きながらやったー、飛び上がってしまいました、うん、アリスライブ11月の17日有明アリーナでやるよって、やります、もう早速相棒にも連絡して2人で盛り上がってしまいました。ありがとう。ライブなんて久しぶり、しかもアリスだもんねと。電車の乗り方忘れてるかも。これスイカチャージしなきゃ。お互いに仕事や健康を考え、大好きなライブも控えていたんですが、アリスのライブ、しかもワンナイトオンリーとあれば、うん、どんなことも乗り越えられる気がしておりますと、うん、3人揃った姿を見るだけできっと今までの我慢の日々を忘れられるような気がしますと、うん、きっと同じように思っている人たちがたくさんたくさんいるはず。チケット取れるか不安ですが、相棒と並んで見られることを今から楽しみにしておりますと、新曲もワクワクですと、楽しみがあるってこんなに元気をくれるものなんですねと、ステージからの3人の声が聞ける幸せな時間をどうか神様予約させてください。嬉しいですね。もうね、こういうお便りいっぱいいただきました。いや、もうあのアリスが10年やるよって SDGs 宣言をやった後も、やっぱり皆さんからこういうお便りいっぱいもらって嬉しいですね。はい、まあ、持続可能な努力目標として何かこうみんなが元気になってくれることをアリスはやっていきたいと、そんな思いで、スタートした、今回ですけども、はい、この有明アリーナも11月の17日ワンナイトオンリーで楽しみです ね、 本当皆さんが聞きたいと思ってる歌をできるだけたくさん聞いてもらいたいななんて、今も考えたりしておりますんで、楽しみにお待ちください、今からだったら、準備ね、いろいろできると思うんで、そうです、はい、企画しっかり立てて、我々もワクワクドキドキです ね、 ね、11月17日東京有明アリーナに、ぜひアリスに会いに来てくださいね、お願いします。はい、ラジオネームてんてんてんさんからいただきました。ありがとうございます。アリスの皆さんこんばんは。こんばんは。私のラジオネームてんてんてんの由来は言うまでもなく米安の宛先読みのてんてんてんからいただいたものなんですが、それからというもの
いいこと続きなんです。あ、そうなの、点々点が、はい、まず初めてアリスのヤンタンでメールを読んでもらい、続いて他のラジオ番組でもメールを読んでもらい、つい先日にはなんとテレビ番組、ちなみに KBS 京都なんですけども、はいはい、視聴者プレゼントで京都で有名なすき焼きの老舗三島亭さんの商品券3万円分ゲットするという夢のような出来事が起こったのです。てんてんバカにならないよ。はい、このね、やっぱりなんかきっかけ、きっかけですね、ね、あるんですね、もう京都の名店三島亭さん、ね、あれ水炊きも美味しいんだよな。いいな。3万円分ゲットという、生放送で、当選者の点々点の名前が呼び上げられた時にはびっくりしすぎて声も出ずマジかと思いましたと。後日番組が、側からで、確認のお電話があり、すぐに郵送していただき現実のものとなりました。このラジオネームを名乗ってからどんどんラッキーが舞い込んできているような気がして、点々点の生みの親であるベーアンはじめアリスのお三人さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ダッサ、本当ありがとうございます。だからね、どう取られても、そういうふうにこう自分の思いがね、なんかそうさせるんだよ、またね。そうね、きっとこれ嬉しいね、次から次へとこうなって、連鎖してね、なんか、あの幸せの気分って連鎖していくんですよね。嬉しいですよね。だから反対に、あの、ネガティブな気分も連鎖するんで、あれは断ち切りたいですね。絶対アリスはもう幸せで、みんなが喜んでくれる気分を連鎖させるように、これからも頑張っていきたいと思います。ね、はい、和歌山市のウニコ&ラジコさん、いただきました。アリスの皆さん、こんばんは。こんばんは。ある日電車の中での出来事です。いつも通勤電車で乗り合わせる体育会系の高校生の集団、体はでかいし荷物もでかい、リュックやクーラーボックスも邪魔で、正直ちょっと迷惑しておりました。ある日たまたま乗り合わせた母子が、母と娘がいて、混雑した電車に慣れていないのか子供が吐いてしまいました。あら、周囲の大人は迷惑そうな顔でおろおろするばかりですが、彼らはリュックからタオルや新聞紙、ビニール袋を取り出してテキパキと処理を始めてくれました。素晴らしい。次の駅に着く頃には、子供も落ち着き、学生の差し出したお茶を飲んでいました。最近の若い者はとぼやきばかりが聞こえてきますが、世の中にはこういった青年たちもいます。いっぱいいるんですよ。それに我々も通ってきた、通ってきた道なんですから、温かい目で見守る度量を持ちたいですよね。ありがとうね。俺も振り返ればでかいギターケース持って電車でうっとしがられてたなという、はい、そうですよ、ギターとか現場とかね、嫌がられたわ。これみんな通ってきた道ですからね。よし、だから本当に、あの、なんか変なことしたいとかして一部なんですよね。そうなんです。それが全部じゃないわけだから、目立っちゃうから ね一部は一部だから、だからニュースでやっぱりそういうのよく取り上げるじゃない。だからいつも言うけど、ニュースってめったにありえないことがあるからニュースなんで、本当はね、ほとんどがそうじゃないと。トピックスなんだ。ついこの間ね、あの信号待ち、あのお茶飲みに行って帰る時に信号待ちしてたんですよ。信号の真向かいで、知ってる人、知ってる人じゃなくて、その赤信号で、待ってた時に、向こう側の信号待ちしてる人の後ろで男性が倒れたんですよ。おっと、でちょうどそこの空っこっていうのは、あの PCR 検査の臨時の、なんかそういう場所で、それですぐ白衣着た女性が出てきて、なんかこう介護してたんですよ。それで、信号が青になって僕も行って、それでやっぱ気になるもんですから、大丈夫ですかってお声掛けしたら、その白衣の方が、あの脈とかこう測ってらっしゃって、ああこの動脈のところ、それで大丈夫ですと、あのおそらく貧血だと思いますよ、ああよかったね、それでその倒れてる男性も40代ぐらいの男性だったんですけど、あ若いですよまだ、もうね手足が冷たい感じになってて、大丈夫かなと思って心配して僕もしゃがんでたんですよ、見て、そしたら通りがかりに今時の若者、がみんなあの知らんぷりして通り過ぎるのかなと思ったら、3人ぐらいの男の子が一緒に「大丈夫ですか大丈夫ですか」って言って一緒に声をかけてくれて、いや日本だな、やっぱり
いいなぁと。いいですね。もうそういう瞬間にやっぱ捨てたもんじゃない、ね、いやいやもう、そうですよ、はい。もうなんか一部のニュースのをピックアップされたものだけに、囚われないように。左右されると困りますもんね、はい。もう素敵な人は、世の中に5万といるよっていうのを。いっぱいいるんですよ。はい、確認しました。はい。最後のお便りは、はい、新潟県のクッキーさん、いただきました。アリスの皆さん。残暑お見舞い申し上げます。ありがとうございます。猛暑や豪雨が続きますが、うん、秋の気配が少しずつ近づいておりますね、うん、先日あまりの暑さの夜中というか朝方に目が覚めて、はい、少し涼みたくて外に出てみました、うん、満月の夜、すでに月は西に傾きかけていましたが、うん、空はとても明るくて、いつもお盆の頃には夜中過ぎにスバルが東の空に昇り、うんうんうん、それを見つけて秋の訪れを感じるんですが、うん、その日も満月の明かりに、かき消されそうなスバルが、うん、すぐに天高く昇っ、すでに天高く昇っていました、うん、そして東の低い山の上にオリオン座の巨人が体を横たえてまさに昇ってきたところでした。スバル、オリオン、秋を通り越して冬の星座が見られ始めましたよ。去年も同じようなお便りを書いた気がしますと。こうして地球は間違いなく回っていて、ね、星は巡って季節を知らせてくれる。いろんなことがある日常ですが、なんとかなる。地球は回って明日は来る。星を見ているとそんな気持ちになりますと。とはいえ、まだまだ暑いです。気象も激しいですと。皆さんご自愛くださいませ。ありがとうございます。気をつけます。そうね、うん、あの些細な、ニュースとかネガティブなことにとらわれないで、そうですそうです、何かあった時にふっとこう空を見上げると、うんうん、随分いろんなことを教わるような気がいたします、うん、はい、ありがとうございました。さあ今日聴いていただく名曲は、みんな、僕らの世代はこの曲好きだなという人は多いと思います。モンキーズです。Daydream Believer. 7A. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring.But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a home?Me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our love one to spend. But how much, baby, do we really?To us.
なんか我々の青春時代が一気に蘇ってきますね、モンキーズは特に僕バイトしてたから、あのフェスラルホールの警備員やってたんですよ、見たくないよね、それ情報でしたね、でももうほら2階席に回されたもんだから、危ないから、もう、直立不動でじーっと、動かんといてください。とか、おい、もう弱いわ、懐かしい。生で見てたんだ。生で見てたんですよ。すごいね、かわいかったですよ、デイビー・ジョーンズ。そうね、あの周りの女子たちがみんなもうキャーキャー言ってましたもんね、デイビーはね、それでまた袖にね、あのちょうどステージの袖に中央にポンと腰掛けるんですよ、だから可愛いから、余計赤いなんかこうスラックスなんか履いてるから、いやなんかお人形さんみたいだな、よく覚えてます、まあなんか、外国アイドルの走りかな、そうかもじゃないかな、ね、あのアイドルっていう空気感を持ってる、持ってますよね、ビートルズってアイドルじゃなかったもんね、そうね、やっぱりね、そうだよね、やっぱりモンキーズ特別 なんか特別アメリカのもう最高峰です、なんか This is アメリカの感じしましたもんね、かわいいですかっこいいですよ、はい、モンキーズで、Daydream Believer 聞いていただきました。お便りの宛先言っておきますね、はい、メールはヤンキンアットマーク mbs1179.com、 ファックスは大阪 066809-9090、 おはがきは郵便番号 530-8304、MBS ラジオアリスのヤングタウンの中のチンペイのちょっといい話までお便りお待ちしております。こちらやんたん毎日放送です。金ちゃんのオンリーミュージック、はい、始まりました。待ちかねました、先週もお約束した通りですね、はい、残念ながらこの世を去ってしまった、はい、オリビア・ニュートン・ジョン特集、はい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 、まずオリビア・ニュートン・ジョンなんですけどね、ちょっとだけかいつまんで言っとくと、あのヒットするまでを、とりあえず、イギリスで生まれて、オーストラリアに移住して、そうだね、イギリスからオーストラリアですよね、そうですよね、それで1965年に歌のオーディションで優勝して、またイギリスに戻りまして、また戻ってんの、オーディション受けて、それで66年にデビューしたんですよ、それが18歳ね、うわ、かわいかった、番茶ももう出花どころかですよね、ちょっとかわいかった、キラッキラしてましたもんね、それで1974年、はいはい、やっと、ヒット曲が出ます、お、来た、それがそよ風の誘惑かと思ったらちょっとそこで構わないでほしい、言うてんねごめん、おい、そよ風の誘惑かと思ったら違うんですよ、違うの、これね、日本人があまり知らないんじゃないのかな、愛の告白っていう歌が実は全米1位になって、74年に愛の告白か、それでグラミー賞でも最優秀レコード賞もらってるんですよ。へえ、知らない。それ知らない。僕も知らなかったね。それで75年にやっと、そよ風の誘惑、ね、これがまた全米1位になるんですけど、はいはい、とりあえずでもね、あの、本当オリビア・ニュートン・ジョンの家系って、こういう歌とか音楽に行く人なんていなくて、お父さんがドイツ語の教授、それで母方の祖父が、ノーベル賞物理学賞もらって、うわ全然流れが違うわ、すごいでしょ、へえ、ね、あ、そう、それだからこの「そよ風の誘惑」がやっと日本でも、もう覚えやすいじゃないですか、ノーベル賞、ね、それであの保留時の着信音じゃなくて、なんだっけ、保留時にこう、かかってる音楽でよくね、かかってましたけど、まあそれであれね、あのオリビア・ニュートン・ジョンはね、僕は思ったんだけど、覚えやすいよね、オリビア・ニュートン・ジョンって覚えやすい、覚えやすいなんかね、よし、オリビアって、なんか今まで日本人が聞いたことないような大なる子、調べがあるじゃないですか、はい、オリビア、オリビア、オリビアという名前からもう、ね、いい響きありますよね、入り口からニュートンだからね、ニュートン誰でも知ってるじゃないですか、そうなんだよ、ね、引力だからね、ジョンって言ったら、ジョン・ウェインだとか、ジョン・F・ ・ケネディだとか、はいはい、あの頃犬ってみんなジョンでしたよね、はいはい、ほとんど大体、今だこそさ、やれあんこだ麦だやかましだとかいっぱいあんこ麦言うな、ね、あるけど、あの頃みんな洋文字つけてたじゃないですか、犬にそう、ね、そうね、つけてなかった、つけてたね、うちはメリーやったね
世代メリーメリーえ雑種雑誌や、うん、そうでしょうね。あの茶色と白のね、あのブチブチになってんだけど、うん、名前と、ね、顔立ちが合ってないという合ってないね、はい、そうそうそうメリーだよそれでだからやっぱりすぐ覚えちゃうね、これオリビア・ニュートン・ジョン、いや、はいはい、これも、ね、いい名前ですよ、そうそう、うんね、いい名前だね。それで、うんうん、これもまた全ビーチになって、うん、まあ、今からこの曲書けるんですけどね、うん、それで、うん、76年に初来日するんですよ、うんうん、ところがそれがねすごい、あの当時今見たくメールでとかないじゃないですか、はい、だからもうそうだね2日、え、何日前か並んでたんだっけ、3日か4日前か並んでるんですよね、当日券を見て、あの券をやるために、だって2週間で13万人当時で、うわすごいわ、いかに人気がすごかったかって分かるよね、うんうん、有明に来てもらいたいね、うん、すごいね、まあ、とりあえずじゃあこの「そよ風」というかまずかけてみましょうか、はい、今日はねちょっとサービスで2曲かけますから、うんうん、はい、あ、そう、はい、ではオリビア・ニュートン・ジョン「そよ風の誘惑」。そよ風の誘惑、綺麗な声ですね、どこまでもいいわ、汚れ人を信用したことじゃない、
人を疑ったことないんだよ。疑ったことない。ないんだよ。ね、疑うっていう言葉も忘れたの。忘れてね。忘れ、忘れ、いいね、忘れそうで忘れない。それこれこのままね。だからこのヒットがあって76年がその2週間で13万に集めたんだけど、うん、すごいよね。それでこれに飽き足らず、ついに今度は。うん、ジョン・トラボルタと組んだグリースね、ミュージカル、青春ミュージカル映画、はいはい、この子のクーッと手上げる、それはね、うん、ナイトフィーバーだね。おい、やめんかい、ナイフィーバー、ナイフィーバー、あ、そうか、その辺重なってる、ね、グリースはまたもっとね、グリースだね、ちょっとせ、だから青春、高校、違うな、25、6、7の感じのミュージカルあったじゃないですか。ありましたね。ね、でこれね、あの好きなんですよ、うん、僕この今からかける、うん、You are the one that I want、 愛のデュエットって曲なんですけど、うんうん、これ結構ヒットしたと思うんだけど、うんうん、聞けばわかると思うけど、うん、これもぜひ聞いてほしい、はい、はい、よろしくお願いします。ではじゃあオリビア・ニュートン・ジョンで愛のデュエット。送り出しました。軽快に乗っていい ね、すごいな。いや、これ久しぶりにね、オリビア・ニュートン・ジョンがまだもうちょっと若い頃、うんうん、病気になる前ね、うん、やっぱりコンサートやってて、ジョン・トラボルタが遊びに来てこれ歌うんですよ、これがまたいいんだよね。 いいね、うんうん、そよ風の誘惑から3年後でしょ、うん、こんなに声って使い分けられるね。すごいね。もともと彼女の中にこういろんな才能があったんですね。現場にこう花開いてってるという感じします、ね、もちろんこれでね、女優も開眼した。あ、そう、うん、歌だけじゃなくてね。あ、そうかそうか。美形だしね。美形だしね。でこの後、まあ、ザナドゥだとかいろいろ出てくるんですが、はい、それは来週の楽しみということで、はい、そうですね、今週はじゃあとりあえず2曲、オリビア・ニュートン・ジョン追悼番組みたいな感じになってますが、はい、とりあえず来週もお楽しみにしておいてください、はい、じゃあお便りの宛先、はい、メールの方はヤンキンアットマーク mbs1179.com、うん、大阪06じゃないや、ファックスの方は大阪06-6809-9090、うん、おはがきの方は郵便番号530-8304、うん、MBS ラジオ
アリスの当然楽しい三人のヤングタウンまで、まで。おいしてるわ。MBS ヤンタウン。はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、なんかこう9月になっただけでちょっと気分がもう新たな感じね。9月ってね言葉が好きなんですよ。これ1月とかっていうよりはいいんじゃない？9月とか。9月ね。ラシステンバインザレンダとかさ、そう ね, ね、歌が多いよね、9月ですね、9月は、うん、やっぱり感性がそうだな、すごい動くタイミングかも分かんない、ね、またその中間発表じゃないけど、うん、なんか変わり目の時なのかな、そう、向こうはね、うん、そうね、うん、新学期始まるの9月だから、うん、外国そうなんだ、そうそう、9月だ、うん、だからなんとなくこう気分を変えて、うん、秋モードでみんな行きましょうという、はい、そんな気分の今日の放送でございました、はい、さあここでお知らせをさせていただきます、はい、お願いします、谷村の方なんですけども、はい、谷村クラシック2022千住明さんとのオーケストラとのコラボレーション、はい、毎年やっておりますけども、10月の19日水曜日です、東京文化会館大ホール、生のオーケストラの音で谷村作品を楽しんでください、そして、トーク&ライブキャラバン心の学校、こちらの方はコロナでしばらくは動けなかったんですけども、やっと、動けるようになりました、10月の2日日曜日、広島県の廿日市文化ホール、10月8日土曜日群馬県の高崎市文化会館、10月15日土曜日新潟県の新潟市北区文化会館、そして10月23日日曜日埼玉県の響きの森桶川市民ホールに行きますので、ぜひ谷村に会いに来てください、はい、そしてお待たせしましたアリスのコンサート11月の17日有明アリーナです、うん、アリスグレートフィフティビギニング2022、もう一夜限りのスペシャルなコンサートなんで、ぜひ皆さんこぞって、覗きに来て楽しみに来ていただければと思っております。アリスの情報も含めて、いつでもどこでも動画コンテンツが楽しめる、動画サービス、タニテレの方で絶賛配信中でございます、詳しくはタニコムの方でチェックしてくださいということで、そろそろお別れの時間になりました、はい、アリスのヤングタウン、お相手はアリスの谷村真嗣と堀内孝雄と、そして矢沢透でした。それじゃあまた来週、さようなら。土曜日夜7時30分からはメッセンジャー相原の夕はこれから公開イベントを開催、ザ・シークレットラジオみんなのために泣く泣く悪いこと言いますボリューム1と題し、相原さんと向川智美、そして夕これメンバーが愛を込めてお届けします。チケットは販売中、詳しくは MBS ラジオのホームページで。9月6日は MBS ラジオの日、現在現金9万600円が当たる電話でリサーチを開催中、あなたがいつも何で MBS ラジオを聞いているか67コールに電話して教えてください。締め切りは9月7日水曜朝5時。詳しくは M ラジのホームページをチェック。ポチッとポチッとポチッと M ラジポチー。野球中継が延長。Thank you.
Dunya. これやっぱもう一回ちょっと張り替えることになります、大工事になりますみたいな、はいはい、でそこからお盆とか開けてさ、はいはいはい、ほんま最近ここ 2,3 日前から始まって工事が、うん、この業者の人も休んでるからってことで、この3週間の間に重くそ広がったんよ、カビが、カビが黒い汁と、でだんだん怖なってきて進行して、うん、今まで大人だけが住んでたから、うん、まあお豆犬がいるから、はい、お豆にも影響あったらめっちゃ嫌やけど、はいはいはい、で子供もいるし今は、はい、うん、もし数年後に、うん、なんかよう分からへんけどさ、その科学的なその実害みたいなことは、うん、知らんうちにひょっとしたらカビを吸うてて、全く知らん病気になんか喘息とかなんか分かれへんで、はい、なったら嫌やなとかさ、はいはい、で今すいませんとか言うてくれはるけど、このすいませんでは足らんくなるやん、あ、そうですね、そんな大きい病気なんだろうね、うん、そうそうそう、でだんだんそのストレスっていうかさ、なんかもう腹立ってきてて、うん、徐々に、うん、これやばいなって、はい、うん、ほんで工事が始まんねんけど、はい、ほんでなんか今月はほなもう給料で家賃はなしにさせてもらいますみたいな言うてくれはって、うんうん、はい、でもそんなことよりも、うん、は早く、はい、そうですね、してほしかった、そうね、うん、で普通に住めたら俺はもう十分やったし、うんうんうん、で工事が始まったんや、はい、で工事が始まった初日、はい、なんかガレージみたいなのがついてんけど、マンション1階やから、はいはい、俺の家、はい、そのガレージの中で木切り張ってん、業者さんがガレージの中で木を持ってきて、うん、木を持ってきて、そのガレージで作業をしたってことね、はい、うん、生えてた木とかじゃなくてってことね、しあって、ほんならキノコがさ、うわーってなっててんけど、舞うよな、養生一切しなかったよ、あ、はいはいはい、ベビーカーとかチャイルドシートとか、はい、で冷蔵庫も置いてんねん、そこにバリバリ現役、ね、使ってる、うん、うん、これ養生されてなかったよ。で、はい、ブチ切れそうになってさ、全部ついたんや。うん。うん、